ちな話って何？昨日夢見たの。亜美先輩が出てきたんだけど。へえ、どうなの？その夢、私が精神病院に入ってるところから始まるのね。で、そこの患者が全員エルム街出身ってことが分かって、一人ずつ殺され、ああもうそんなことどうでもいいのよ。気になるじゃんそこ。いいから。とにかくいろいろあって精神病院を出れない私の代わりに亜美先輩がコミコンに行くことになるの。コミコンってあのマーベルとかスターウォーズのファンが行くところ？そう、今週末幕張であるやつ。え、私がコミコンに行く夢を見たってこと？それが緊急で話さなきゃいけない大事な話？ね、亜美先輩知ってるでしょ、私の夢がよく当たるの。え、そうなの？そうでしょ、だって去年も夢の話したじゃん。ほら、私と先輩が一緒に女子刑務所に入っててグループセラピー受ける夢。あー、でもそれ当たってないでしょ。当たったじゃん。一緒にさ、恋愛映画の試写会に行ったら上映後に恋愛グループセラピーみたいなのやらされて、先輩が前の彼氏に山に連れてかれて怖かったとか言って、ゲストのリリコとかドン引きしちゃって。あの映画山のシーン出てきたからね。ね、あれさ、私の夢ほぼまんまだからね。でも刑務所じゃなかったしね。あー、もういいから、とにかく行かなきゃいけないの先輩コミコン。はぁ、え、うるみの夢を当てるために？当てるためじゃないから、念のため。私だっていつ精神病院に入るかわからないし。わからないね。もし私が入ったらスクエルの先輩だけなんだからね。そんなことのために嫌よ。別にコミコンとか興味ないし。先輩の好きな映画ブースとかもあるかもですよ。ミヒャエル・ハネケブースとか。ないわよそんなの。あ、お願い先輩、お願いお願いお願いします。ペコリペコリ。コミコン行くの？うん。へえ、ウルミちゃんと。ウルミは来ないのよ。私は夢で行けなかったから行くわけにはいかないとか言って。なんだよ、めんどくせえな。めんどくさいのよ。ミノル行きたい？俺？いいよ、別に興味ないし。なんで？ミノルの好きなブースあるかもよ。ダルデンヌ兄弟ブースとか。それあったら最高だな。絶対ないけど。行こうよ。やだよ。アミも断れよ、そんなわけわかんないお願い。っていうか、ウルミちゃんもそろそろ90年代ハリウッドスリラー以外の映画見た方がいいよ。まあね。でもそれだけじゃないのよ、行かなきゃいけない理由。ママ、コミコンとか行く？コミコン？そう、今年の。行かない、興味ないし。でもさ、面白いらしいよ。ママが好きな映画のブースとかもあるかもしれないし。ミヒャエル・ハネケブースとか。ハネケブース？あったら行くけどね、絶対ないから行かない。なくても行ってよ、息子がこんなに頼んでるんだもん。え、頼んでる？うん、まあ。なんで行ってほしいの？それは言えないのよ。はぁ？だからその、行っちゃうと歴史にね、いろいろ影響があるかもしれないから。ほら、バックトゥザフューチャーでもまあって言えなかったじゃない、ジョージに。なんで深海ダンスパーティーにロリンを誘ってほしいか。え、嘘？そういうこと？やっとわかった。ミヒャエル・ハネケブースあるの？ママとパパが出会うのよ。え？なんで言うのよ。そんなの起きる前に私知っちゃったら歴史変わっちゃうかもしれないじゃない。だって言わなきゃいつまでも分かってもらえなそうだ。だから絶対行ってよコミコン。だったら余計行けない。なんで？だって人に会うたびに私この人と結婚するのかもって思うわけでしょ。しょうがないじゃん。じゃあもういっそ教えてよ、相手誰か。それはダメ、教えたら最後。ママ逃げ回って絶対会えないから。ああ、その可能性あるね。ねえ、行かなかったらどうなるのかな。俺は生まれないだろうね。そっか。だから絶対行ってよ、絶対。カイルの父親か。あ？カイル1、2、どっち？1。あー、君はトラブルメーカー、大好きな子だ。そうそう。あいつの父親ってことはちょっと小ずるくて憎めないタイプかも。正統派イケメンじゃないね。そう？結構カエルアン可愛い顔してるじゃん。アミは母親目線だから。仕方ないでしょ、母親なんだから。まだ産んでないけど。
まあそうだな。え、つまりカエル1が未来からパパとママをくっつけに来たバックトゥザフューチャーのマーティーみたいなことだ。そりゃ行かなきゃダメだな、コミコン。そうなんだけど、もうプレッシャーすぎてゲロ吐きそう。いいよ、分かったよ、付き合うよ。本当？ただしチケット代は見出せよ。出す出す。ミノルってさ、すごくない？え？いやだってさ、わけ隔てなく何でも見るじゃん。あ、そう？いやそうだよ。普通に MCU とかハリウッドエンタメ系も見るし、あと韓国も見るでしょ。ディズニーのアニメも見るし、ヨーロッパ系だとイギリス系からフランス系、ああ東欧系まで、あとヌーベルバーグとかアメリカンニューシネマとかフラッシュコーメン、まああれこれ見るけどね。いやあれこれどころじゃないよ、守備範囲広すぎるって。あ、でも邦画あまり見てないかも俺。いやとか言ってゴジラマイナスワンとかちゃんと見てるじゃん。いやだってあれは来年のオスカー絡んできそうだし見とかないと。たけしの首も見たよね。あれはツイッターで評判良かったから。ラストホールも見ませんでしたか。あれはあの秋葉美月って監督に注目してたから。いやめっちゃ良かったよ。岡里見れば来年テアトル新宿でまたやるみたいよ。ほら邦画もめちゃめちゃ網羅してるじゃん。網羅って別に意識してるわけじゃないから。いやだからそれがすごいんだって。いやいやいや、それより今日本当付き合わせてごめんね。え、ああいいのいいの、俺一回ミノルと映画行きたかったし、あそれにマーベルズ気になってたし。そう、なら、よかった。あミノルってさ、MCU とか好きならコミコンとか行くの？あれ確か今週末じゃなかったっけ、コミコンね。実は今年行くことになっちゃったのよ。行くことになっちゃったのよって、え何それ。えコミコンとか興味ないんだ？ないのよコミコン。でも友達に誘われちゃってさ。え、友達ってあの例のいつものアミちゃんだっけ？そうアミ。いつ？9日？土曜日？ああ土曜か。え、お母さんと興味あるの？ああいやじゃなくてさ、いや土曜にさ映画の無料試写招待券もらっててさ、ミノル誘おうと思ってたのよ。え、マジか。何？ああまあファーストカウなんだけど。うわっ、ケリーライカート監督の。そう、ちょなんかさ監督のオンラインティーチーンとかもあるらしくてさ。うわマジか、行きたかった。まあ仕方ないよ、他のケリーライカートファン探すわ。コーディネート？そう、今度人生最大に決めなきゃいけないイベントがあって、美穂に考えてほしいの。私の良さが一番出るコーディネート。何それ、楽しそうじゃん。楽しくないのよそれが。どっちかっていうとプレッシャーがひどくて、もう全力出して逃げたい感じ。トレスポのレントン張りに。そうレントンとか知らないから。え、あーそうかごめん。ねえ私も行っていい？ダメ絶対。なんで？へーなるほどね、そりゃ来てほしくないわ。ごめんね。いや普通よ、私がアミの立場だって絶対来てほしくない。え、そう？いや、そうよ。いや、万が一の万が一があって、さらにまた万が一の万が一があってよ。それもうゼロだね、可能性。未来の夫がもし仮にアミのこと気に入ったら息子が生まれなくなっちゃうわけでしょ。そしたら私一生アミのこと許せない。だから絶対連れていかない。そうなの、分かってくれた？うん。でも、だったらそのままで行けば。え？だって彼コミコンでアミのこと見つめるわけでしょ。お宅の祭典にアミ帰りの格好で行く？行かないか。普段の格好のアミと違いすぎると彼アミのこと見逃しちゃうかも。そっか、そうだよね、いつもの格好で行くわ。いいじゃん。え、そんな感じで良かったですか？おお十分十分。あ、
これでね、だいぶ映画オタクのリアリティ出ると思うわ。ならよかった。おお。あ、そうだ、レンタル料衣装費から出ると思うからもうちょっと待ってな。お金もらえるんですか？そりゃ出るよ、スポンサーついてるし制作費もあるから。そりゃすごい。いやでもまさか本当に映画界を実現するとはな。みのる、お前話持ってきたくせに実現しないと思ったのかよ。いやだって映画オタクがプラプラしながら映画の話をするだけって誰が見たいんだっていう人いましたからね。そうね。いや、アミとか。ないよそんなの見たい人。いるわ。もしいたとしても鶴野さんプロデューサー降りちゃったんでしょ。誰が作るのよ。それあるな。メジャーな映画会社も監督もどうせ乗ってくれないだろうから、ミノルの知り合いにあげちゃえば、そのリメイク権。塩原は今疎開中だし、森さんはマイナーなやつ嫌がるからな。あ、いたわ一人。あの女友達の。ええ。あ、そういえば言ったっけ、そのアミをベースにしたキャラも出てくるんだよ。え、主役のベースは僕って聞きましたけど、アミ役までいるんですか？いるいる、ラミって言うんだよ。ラミ、ラミとイノルでしたっけ？そうそう、ミノルがイノルでアミがラミってちょっと近すぎませんか？そうか。いや、その話一つも出なかったけどな、鶴の P からも。あ、ていうかよ、もう来週から撮影始まるし、今更は帰られないから。あ、じゃ あまたな、ありがとう。あ、小前監督、もしリアルなオタクキャストとか必要なら出ましょうか。俺、あ、小さな役とかでも。いや、いや今もう間に合ってるから。じゃあな。ひどいわそれ。だってさ、そもそもその映画界の企画、ミノルがその小谷監督だけに持ちかけたんだよね。まあね。でミノル何のクレジットももらえないの、ミノルがモデルになってるのに。まあモデルって言ってもベースの設定とかはその知り合いのショートフィルムクリエイターが持ってたもので、その権利買ったのもその知り合いのプロデューサーだからね。別に俺は交渉の場にいただけで何もしてないし。いや、にしてもよ、そういう人材必要よ。ミノルがやってみたいなそのネゴシエーター的な役。別にクレジットとかどうでもいいのよ。ただちょっとだけ俺も出れるんじゃないかなって淡い期待があったっていうか。いや当然でしょそれくらい。まあいいのよ、俺は出来上がった作品さえ見れれば小前監督にも恩あるし。そう、でもなんかもったいない気するな。なんかさ、ミノルみたいな本物の映画オタが出たらその映画界もリアルな感じ出ると思うんだけどな。でもありがとうな、お母さんと話せてすっきりしたわ。そう。まあならよかったけど。あ、ごめん、ちょっと電話だ。もしもーし。え？ああ、もう。はいはい。うん、どうした？あ。あさってのファーストカウの映画の試写誘ったやつ、来れなくなっちゃったって。え？ああ、そっか。なかなかいないのよ、ドーナツと牛の映画見たいやつ。あのさ、誰か知んない？知ってる。マジで？ちょっと紹介してよ。オッケー。え、ちょっと待って。おお。
おお、でどうだった？俺行くわ試写会。ちょっと待て、あれコミコン行くんじゃなかった？アミちゃん断った。正直コミコンより牛とドーナッツのが好みだし。マジで？じゃあさ、うん、映画の前にドーナツでも食ってく？いいねそれ。ミノル来れないって。え、マジで？ミノル最低。どうする？わかった、今流行りのレンタル何もしない人とか雇って付き合ってもらえば、それかデリバリーボーイとか。いや、いいわ、私一人で行く。大丈夫？うん、考えたらこれ私一人の問題だし、一人で行くべきなのかも。されるお客様におかれましては、駅係員にお申し付けください。もちろん。ありがとう。でもだってこっちの方が大事でしょ、ファースト買うより。え、ファースト買う？なんだ、試写会だったんだ。友達のジムの命運をかけたドッジボールの試合に人が足りないから行ってくるって言うから、怪しいなと思ったけど。ごめん。いや、来てくれたから許す。じゃあ行こっか。オッケー。またマイケル・ビーにトライする？まあいいや、私なんか疲れちゃった。あ、いいよ、ミノル行って。もしかしてさ、騙されたんじゃないの、その息子ワンに。え？パパと会うとかさ。え、なんでそんなことするの？面白いと思ったからじゃない？そんなこと面白いと思わない、タイムワンは。わかんないじゃん。わかる。わかるよ。そんなこと絶対私しないから。あ、ごめんごめん、そんなやつじゃなかった。そういうキャラじゃなかったな、あいつ。先帰るわ。え？え、ちょっと、あーみちゃん。何あいつ、カイロアンのことよくもあんな風に。あんな嘘つく子じゃないから。そりゃ確かにいい加減だし生意気だし
合法と違法の境目があやふやなとこもあるけど、私のこと傷つけるようなことするような子じゃないから。もうミノルとも潮時かもな。何ミノル、タミーどう、盛り上がってるっていうか会えた、スカイルワンのパパ候補。はぁ、何言ってんの。え、あ、ごめん、まだ会えてないんだ。ちょっと、それより先に何か言うことあるでしょ。え、あ、それね、ごめん。実はドッジボールの話ってあれ嘘でさ、友達にファーストカーの試写誘われちゃって、いや最初は断ったんだよ、でもどうしてもって言われて、あとほら別にコミコン、アミ一人で行った方がいいんじゃないかなとも思ってさ。ミノル今どこ。ん、渋谷だけど、これからなのよ試写会。嘘。え、だっていたじゃんコミコン、さっきまで。コミコン、俺が何言ってんの、いけないって言ったじゃん。え、でも、あ、ごめんごめん、試写会そろそろ始まるから行くわ。ちょっとミノル、どういうこと。